OK。 よいしょ。はい、ということでね、アイランド湯別でちょっと休憩がてら、お手洗いと、あと羊羹さんもね、私も上カッパを、ああもうこれで来ましたよ。だいぶやっぱ風の当たり方違うね。違う。ああ素晴らしい。あ、いいね。あ、いいですよ。いや冷たいのは分かるんだけど、うん、あでもだいぶいいよこれは。だいぶいい。はい。いやー来て正解。正解、大正解で、うん。だいぶ体ちょっとなんかムチムチな感じになっちゃってるけどね。ジャケットも着てるし。すごいね。なんか動きづらい。うん、ちょっとね、体がちょっとキュッとするね。うん。え、肩はなんだろうな。お、なんでしょう。林業関係の人なんじゃないですか。作業着みたいなのしてますよ、ちゃんと反射板の。あ、そうですね、林業系なんじゃないですかね。下に降りてきましたけど、よし、このままとりあえずね、道の駅湯別出ましたから、もう一応湯別町ではあるんですよ、はい、なんでね、目的のそのチューリップ、うん、うん、まだそんな遠くはないと、多分ね、うん。わあ、いいね、サルマコ、うん、素晴らしい。わお。あ、そういえばここ右側に水芭蕉がすごい咲いてる場所あるんじゃなかったっけ？らしいね。この辺がそうなのかな、水芭蕉群生地湯別町。まだ咲いてるのかな。どうなんだろうね、あんまりなんか見たことないよね、私たちね。ね、うん、なんかな、白い、なんでしょう、湿地帯になんかこう生えてるような、うん、そんな感じだよね、確かね、白っぽいね。まあ、今度ちゃんと見てみたいですけどね、どんな感じかね、もしかしたらすごいかもしれないからね。ね、うん。お、ここはバローですね。新バロー橋。新バロー橋。はい、バローの町に入ってきました。イエーイイエーイイエーイ、久しぶりですな。わお、風。オッケー。多分もうちょっとしたらね、湯別の町にバロー過ぎてから入りますから。はいはい。お、珍しい信号です。お、バローの町で、これは一時停止ですね。珍しい。一時停止じゃない一時停止じゃないね、完全な停止だね。うん、はい、しゃー。あー、すごい、ここで止まるなんて珍しいね。あ、青です。はい、ちょっとね、上に信号があるんで分かりにくいですけどね。こんな上にある。まあそうだね、停止線のすぐ真上だったからね、今ね。よし、まあこのまま行ったらね、湯別町入りますから、とりあえずだいぶ寒さ対策もね、成功してますんでね、このまま行きましょう。よし、うー、さあさあ、ここは湯別町に到着ですね。ですね。あ、そうですね。お、チューリップ公園、あと4キロ右？左ですね。左。君は矢印を見ることもできない。4キロ先を右なのか、右行って4キロなのか。いや、だから左ですって。左、こっから左ですよ、だから。こっから左。はい。そしたら4キロ行ったところですよ。何言ってんですか、君は。ほんまやな。うん。びっくりしますよ。右しか言ってないよ。そうだよ、右しか言ってないんだよ。あ、日差し出てきた。本当だ。これちょっと暖かくなんじゃない。青空も出てるよ。あ、いいねいいね、うん、あ、素晴らしい素晴らしい。これが湯別の、じゃあ一応市街地っていうのかな。湯別も結構横に広いからね。横に広いのか。そう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 。お、道の駅上湯別温泉チューリップの湯。チューリップの有名ですよね。チューリップが浮いてるのかなと思いつつね。そういうわけじゃないですよ。ただ温泉というか、あそこのね、お風呂の名前がチューリップの湯っていう名前で、まあ、湯別といえばやっぱチューリップですから。あー、すごい日差し出て気持ちよかった。いいね。もう、あー、もうそういう、まあさすがにもういいでしょ。うん、うん、私もしましたからね。さすがに私もしました。ああ、そうだね、しましたね。ああ、そろそろじゃないですかね、これ。お、違いましたっけ。
そろそろこの街を抜けてちょっと行ったぐらいだった気がする。そろそろですよ。うん、もうちょっとで見えてくるんじゃないかと思いますね。ワク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 ドキドキワクワク。ようこそ、あれ左前のあの変わった建物、あれがそうですに、あの辺じゃないですか。チューリップっぽいもん。あれそうでしたっけ。いや、なんかあそこなんかホールかなんかあるんじゃなかったでしたっけ。なんか芸術文化ホールみたいな。あ、そういうことなの。あ、なんかそういう施設も併設されてたような気するんですよね。あ、そうなの。違ったかな。すごいね、バス停もチューリップで可愛いよね。ね、うん。あ、そっちあったかい。あったかいね。これもう上いらないですよ、カッパ。いらないね。うん、下だけ入ってる十分ですよ、これ。あ、やっぱ内陸、やっぱあれ海沿いだったから寒かったんだね、空気ね。そうだね。すごい冷たかったもん。あ、結構人いらっしゃいますね。混んでますね、これ。これはどこが入り口なんでしょうか。よしよしよし、ようこさん。行くわよ。はい、行きましょうか。あ、よしよし。さあ、見ましたね。いやー、綺麗だった。すごかったね。ねー。あっち、汗だくなっちゃった。いや、園内をね、ちょっと撮ったんですけど、ええ、わー、すごいね。この映像はですね、久しぶりに徒歩ブログとして、はい、ええ、ちょっとまあ、本当、予想以上にすごくてね、何の面白いことも言わずに、お、すげえな、これ、とかさ、そんな感じでしたけど。ずっと可愛い言うてた。そうそう、うわ、これ綺麗とかね、本当、ただただ花を楽しんじゃってたからさ。ねえ、うん、まあ、どんな感じなのかあれですけど、まあ、一応ね、まあ、一つの記念としか、思い出の一つとして、はい、そこはね、動画になると思いますから、うん、多分ですけどね、あまりにもつまらんなと思ったらやめますけど、まあまあまあ、思い出としてやる予定ですからね。そうですね。はい。という感じで、今出発をして、ここは今、上湧別ですね。はい。はい、まあ、上、中、下、上、まあ、下はないのか、上、中、うん、の上湧別、中湧別とかで分かれてますけど、で今このまま行ってこれ遠軽方向ですね、向かうのはね。はい、うん、そっち方向に行きたいと。でちょっと私はあまりにも暑くて下のパンツはもう脱ぎました。あ、いやいやできんかった。下のねパンツ脱ぎました。暑くて暑くて下着に聞こえるからね。肌着の方のパンツじゃないから、うん、安心してください。はあ、いや、ここに来てね、カイロがかなり足を引っ張るね。いやー、あっちー、よいしょー。とりあえずね、時間的にもうちょうど12時ぐらいですよね。あー、ほんとだね。なんでお昼ご飯をね、うん、ちょっとどうにかしたいなと。はい。ということで、エンガルの方かな。うん。そうだね、エンガルで食べましょうか。そうしましょう。何を食べるかは、あなた次第。そうですよ。何があるかもわからないから、まだ。うん。さあさあさあ。はい。もうちょっとでエンガルに入りそうかな。入りそう。そんな感じだよね。なんかちょっと雲が出てきたね。ん？雲がちょっと出てきたね。雲出てるね。うん。でも暑い。お、ライダーさん。ふー、ナイスライダー。こんなとこも上がってくんだな。ね、お、住宅街に入ってくんだね。ねえ、うん、ちょっと意外というか珍しい。うん、中にバス停あるんだろうな、多分な。うん、もうこれで入るんじゃない、ここの橋越えたら近いと思うんだが、はい、入るかな。うん、この川を越えて湧別川を越えてじゃないか。うん、ほら出てきました、カントリーサイン、エンガルタウン、エンガル町でございます。エンガルタウン入りました。ようこそようこそようこそ、久しぶりだな、エンガルね。え、うん、でもうちょっとでね、あれ見えてきますからね、街並みが。うん、で今日はね、何どこで何食べるかってちょっと考えね、今動画撮ってない時話しましたけど、はい、なんか行きたいとこあるんだって。イエス。どこですか。道の駅です。道の駅、遠軽道の駅です。ああ、実はね、私もなんだけど、洋館さんも行ったことがないと。で、令和元年にできまして。そう、なんか新しくできたんだよね。ね、
そう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 、道の駅がなんと遠軽町にできますっていうことになって、うん、でそれってできてからも行ったことがないと、うんうん、だからちょっとどんなもんなのか気になるってことでね、そう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 、ちょっと行ってみようじゃないかっていうことなんだよね。そうなんです、うん、で一応やっぱ道の駅にもご飯あるみたいなんで、うん、まあちょっと混んでたらあれだけど、うん、まあ、時間的にちょっと怪しいんだけどね、混む時間だから、まあ、混んでるかな、混んでるんじゃない、そうなのかな、うん、そうそう、なるべくね混まないとこ混まないとこ私たち行くしてますけども、さすがに混んでる、まあ時間帯が混んでるものだって、あもね、うん、そうですよ、まあでもね美味しそうなのがなんかあるみたいだから、そうなんだよね、うん、ちょっと楽しみにしてますよ私も、うん、うん、まあ、ということで、もう縁があるこれと、まあ終わりですね。はい。はい。で、ここの T 字路を右ですね。右ですね。右になってますか？はい。あ、書いてますね、看板。書いてます。縁がある森のオホーツク 1.4 キロ、右でございます。大丈夫か、この軽トラは。うん、なんかどうしちゃったんでしょうね。と言ったらもう左だと思いますね。これ今右折終わりましたから、うーんと多分看板がもう出ると思いますよ。これ入るところがもうちょっとじゃないですか。かな？うん。で一応まあ元々スキー場ですけど山の方上がっていくはずですからね、上に少しね。こんな怪しいとこじゃないでしょう、さすがに。ここかなーっていう感じ。さすがにそれはないでしょう。あ、これかな、これですね、この無料高速の乗り場があるこっち曲がるんですね。あ、ちょっと信号矢印出てますよ。おいえ、行っちゃいましょう。ロックバレースキー場入り口って書いてますね、うん、まだやってるのかな、うん、あれこれ無料高速乗せられるんじゃない、大丈夫かな、乗せられちゃうけ、まあ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 信じましょう。ロックバレースキー場左って書いてましたから、うん、で多分この先ですよ、あの最後右に曲がってこれ乗るんですけど、ま、うん、っすぐ行くんですよこれ確か、乗らずに、うん、違ったかな、そのはずですよ。あ、目の前ありますもん、あれ道の駅右前、あ、本当だ、うん、ここまっすぐです、ありましたありました、おお、ちょっとすごい近いんだねこれ乗り場がね、おーいえ、おお、ここですここです、あー、ちょっとドキドキしたな今、めっちゃドキドキする、おお、よかったよかった、あれ雪じゃないんだな多分、ビニールかなんか敷いてんのか、あれビニールかな、うん、わあ急カーブ、うん、ここです、新しくできたら混んでるんじゃないでしょうか、あー混んでますね、混んでますね、ちょっとバイクどっか止めましょう、はい、無事到着、よし、ということでお昼食べましょう、はい、見てください、綺麗、ちゃんと二輪駐車場もこうあってね、綺麗ですよ、すごい、よし、行きましょう行きましょう、スキー場やってるみたいだねやっぱりね、まだスキー場って看板ありましたもん、うん、冬スキー場やってるんですよこれ、あー、お尻が痛いですねまあゆっくり休憩しましょうついでにね、はい、では後ほど、イエー